王政寺軍は、アメリカ合衆国オクラホマ州の北部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査での人口は47,472人で、あり、2000年の44,437人から6.8%増加した。軍庁所在地は、ポーハスカ市である。軍内には、州内、第2の都市タるサ市や、隣接するワシントン軍の軍庁所在地である。 バートルズビル市などいくつかの大きな都市が隣接する軍にまたがって入っているために人口が比較的多くなっている。王政治インディアン居留地の中にあり、連邦政府に認知された王政ーージ族インディアンが住んでいる。17世紀までに王政ーージ族インディアンがミシシッピ側の西岸に移動し、ミズーリ側とレッド側の間にある現在のミズーリ州やアーカンソー州とさらにその西側に 強力な部族としての地位を築いていた。1760年までに、その領域は、現在の王政治軍を含むものに広がっていた。歴史的に最大級に、強力なグレートプレーンズの部族としてあったが、その人口は伝染病や戦争で減っていった。1825年、王政治族は、現在のオクラホマ州となった地域の領有権を、アメリカ合衆国政府に譲渡した。 その領域は1835年のニューエコタ条約でチェロキー族に西への恒久的な出口として与えられた領域に含まれた。この条約はチェロキー族をインディアン巡州に移住させるためのものだった。南北戦争の間の1861年12月26日、北軍寄りのクリーク族とセミノール族が南軍の部隊と 現在のスキアトゥックの町に近いバードクリーク沿いでチュステナラーの戦いを行った。文明加護部族は返して南軍側についていた。1870年、王政持族はその領土に対する保証を交渉した後にカンザスから移住することになった。王政持族はチェロキー族から元の領土157万エーカーを購入し、それを所有することで、 アメリカ合衆国政府に対して他の部族よりも強い位置づけが得られた。ディップフォードに王政ジエージェンシーが設立された。ディップフォードは後の1872年にはポーハスカと改名された。ポーハスカはオクラホマ州が成立した時に軍庁所在地に指定された。1870年代、1875年、王政治族が購入した土地は王政治居留地に指定された。 彼らは土地を直接所有していたので、アメリカ合衆国政府から、新宅で土地の権利を与えられているだけの部族よりも、地域の事情に関する支配力を保持できた。この居留地は1890年のオクラホマ、厚生法の下でオクラホマ準州の一部になった。1906年のオクラホマ受験法によって、半日の地区となり、1907年のオクラホマ州成立時には、 王政治軍となった。当時の人口は王政治族の登録された、族員2229人だった。もう一つ重要な点は、王政治族が、その居留地内に、部族の工業権を持っていたことだった。1897年10月、フェニックス石油会社が、王政治居留地とオクラホマ順州では、最初の油性を掘り、成功させた。それは、バトラークリークに沿った地だった。 1901年、フェニックス石油とオーセ政ー治石油会社が統合されて、インディアン巡州イルミネーティング石油会社を結成した。この会社が、インディアン局とオーセ政ー治居留地等部について1916年までの賃貸を成立させた。この賃貸期限が終わると、アメリカ合衆国政府は160エーカーの土地の賃貸の公的競売を監督した。 石油を含め地中にあるすべての鉱物資源は王政持続に所有され、アメリカ合衆国政府からの信託を受けている。資源の賃貸は王政時ナショナルカウンシルによって交渉され、アメリカ合衆国内務長官が承認している。政府は土地の区割りとその160エーカーの土地を農業用に部族員に割り振ることを強制したが、王政持続は分配後も、 過剰な土地を所有している。他の部族は、そのような過剰な土地を諦めさせられ、非インディアンへの売却を認めることになった。王政持続は、その過剰な土地を部族員に分配したので、1906年には、各部族員が、総計657エーカーの土地を与えられ、他のインディアン部族が割り当てられた土地の4倍近くになった。後に登録された。 王政治族とその子孫はこれら人頭権に基づいて石油などの鉱物から上がるロイヤルティを受け取っている。1920年までに王政治族はロイヤルティ収入によって国内でも最も裕福な部族に数えられた。1920年代、悪名高い王政寺インディアン殺人が起こった。石油によって大きな富が生まれたために白人がその人頭権。 ロイヤルティあるいは土地を奪おうとして60人の部族員が殺されたと推計されている。FBI は王政持続の女性を妻にした白人男性数人が部族員の殺害を命じたと考えた。他にも無節操な白人からその権利を騙し取られた者もいた。ある場合では王政持続に対する保護者として裁判所から指名された弁護士や事業家がその実行者だった。 彼らは部族員の保護を意図した1921年の連邦法で指名されたものだったが、王政持続にとって危険性を高めることになった。王政持続は、カイル家の殺人事件を解決するために FBI の助力を仰ぎ、3人の男性が告発され、有罪となったが、多くの殺人事件は未解決となった。連邦議会は、 王政持続を保護するために1925年に法を成立させ、少なくとも半分は王政持続の血を引いていない者の,の人道権継称を禁じた。王政寺軍内にある高草プレイリー保存区アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2304平方マイルであり、オクラホマ州の中では最大の軍である。 このうち陸地は2251平方マイル、水域は53平方マイルで、水域率は2.30%である。領域の大半は、大星寺平原であり、明けたプレーリーである。群島部には、大星寺丘陵があり、カンザス州のフリントヒルズの延長である。高草プレーリー保存区ポーハスカの北にある。群南西部のグレーホースクリーク。 ドラムクリークおよびソルトクリークがアーカンザス川に注ぎ、アーカンザス川は軍南部と西部の境界になっている。東部ではケーニー川、バードクリーク、ホミニークリークおよびデラウェアクリークが流れている。これらの水流はすべてバーディグリス川に注いでいる。軍内にある湖と貯水池は以下の通りである。その全体がインディアン居留地の中にある軍として、 国内では最も人口が多く、面積ではサウスダコタ州の高村軍に次いで第2位である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オクラホマ出身の劇作家トレーシーレッツの議曲8月王政寺軍では王政寺軍が舞台にされている。この議曲は2008年にピューリッツァー賞とトニー賞を獲得した。ありがとうございます。